ドラゴンブーヒーローズのグミの開けたいと思う3つ買って、でスーパーゴジータか孫悟飯が欲しいです。俺は何が出るか開けたいと思う。オルパグミ、亀仙人の亀のやつだ、これカードはスーパーインシェンド、これドローンボール GT で出てきた、あのドローンボールを お腹に隠している敵のスーパーゴジータと戦う時のやつのカードでした。次はでもレベルなら結構強いんじゃね。次は70はやる。これ何、これ星1、ドーンボールの星1ってことかな。キタンドール、キタンドールってこれ多分スーパーヒーローズの多分キャラクターなの。なんで Z でも GG でもスーパーでも俺見たことないもん。 Z でも GG でも映画でも見たことないキャラクター。多分今度やるスーパーのやつの2のやつ出てくるんかな。それが海外のドローンボールの続きかな。日本はあんまりまだドローンボール進んでないか。マジか。エレスクカードって書いてない。さっきのより好きじゃないのかな、キャラクター。スーパーゴジータ欲しいな。スーパーゴジータじゃなかったらまた買わない。ね、これ今回ベジータとご飯とか、トランクスとご飯とか入って、あ、ご飯入ってたけど、入っていけない。あ、出た。もう買わなくて、良くなった。ラッキースーパーゴジータゼロ。ゼロ？スーパー、ゼロってこれ、一番前の出てるやつ。スーパーゴジータとちょっと違う。一番出やがってた。だから一番良かった。なんかスーパー、今回ってスーパーゴジータ。ゴジータはないんか。スーパーご飯はだけど。ラッキー。一番レアが出ました。今度カードゲームやってみます。で、これも同じ亀でした。よかった。スーパー。ドローンボールの中に。これ、ベジータと悟空合体したフュージョンかな。ポスターついてないもん。じゃあ、フュージョンのやつだ。スーパーパワーサイヤ人3のって書いてあるし、悟空の3とベジータの3と違うもん。多分これも多分スーパーゴジータと違うか。ドローンボールのヒーローで出てくる多分キャラクターなんで、今の日本のドローンボールで出てないから。